こんにちは。こんにちは。宇宙系ヒーリングユニットスターシードのあさこです。ももこです。ちかこです。はい、27、28日の今月ね、名古屋なんですけど、満席になりました。はい、ありがとうございます。そして、来週の沖縄なんですけど、またこちらお席ございますので、はい、沖縄の方ももちろんだし、ちょっと旅行がてら沖縄行ってみようかなっていう人、ぜひぜひどうぞ。はい、どうぞ。はい、その日ももちゃんも一緒に一応行くのね、家族旅行でね、沖縄。同じ日だったかな。同じ日よ。もう大丈夫。同じ飛行機じゃなかった。いや、そう、そうだろう。そうだ。知らない私たち。何それ、どういうことよ。帰る日違った気がする。え、そうなん。3泊4日なんだけど。あ、じゃあ違うわ。でしょ。今知った。そうなん。合うか合わないか分かんないけど。あ、そんな感じ。そんな感じ。別行動なんですけど。どういうこと。なんじゃそりゃ。普通に水族館に行きます。あ、そうなんだね。はい、私たちだけ久高島行くの。うん、そうなんだ。楽しみよ。くだしますね。はい、ということで、はい、京都からね、はい、帰ってきたばっかりなんですけどもね。昨日帰ってきました。うん、今回は、3泊4日だったかな。静岡からの京都。はい、京都行ってきました。はい、はい、京都もね、良かったですよ。面白いことがあったんですよ。またシンクロが起きてね。うんうん、京都は、ま、場所取ってくれた方はいたんですけども、うん、大荷物なものでね、うん、私たち、うん、でやっぱりその会場と駅からちょっとね、離れていたので、うん、どうするみたいになってたんよ。うん、しかもなんか前からちかちゃんが、松尾大社に行きたい行きたいって言っててね、それでまあ京都をちょっとね、また行くことにしたんだけど、どうしてもね、松尾大社行きたかったんですよ。で結構ね、嵐山にね、松尾大社があるので、ちょっと場所が離れてたりして、で、あのお荷物持ってちょっと厳しいなっていう話を、どっか行ってるね、新幹線の中で2人で話してた。行きたいけどちょっと難しいかな、どうすんの京都みたいなこと言ってたら、ピッてね、メールがそのタイミングで入ってきて見たら、いや男性の方なのね、珍しくね。うん、で、その方の住所が松尾大社のめっちゃ近所。近所ちょっと、ちかちゃん、やばいやばいやばいみたいな。ちょっと、それしかもよ、うん、そのメールに、よかったら、なんか、長距離運転手だったんですって、その方ね。で、もうすぐ辞めるんで、なんかお手伝いがあるんでしたらお車出しますよみたいな、メッセージ付きで入ってきたわけよ。来た、また来た、宇宙来たってなってすごいタイミングでしょ。引き寄せてるね。本当にあれはびっくりしたよね。本当に引き寄せパワーすごくない？すごいよね。だって1秒で来たもんな、その時。スムーズなことが本当にね。なんか引き寄せたとか、周りでもなんかスピードが速くなったとかね、声が増えてますよね。そういうサポートの力が。そうです、そうです。だからシンクロって本当に起きるんだけど、それ見逃しがちなんじゃないかなと思って。そうよ。意外とね、見逃したりする。気づかない。見逃さないためにはどうしたらいい？やっぱり電波、常にアンテナを張って、あ、これはこれなんだっていう、流れが来たぞみたいな、受け止める。ね、だから自分が落ちてたら、わかんないよ、それが。自分がいい状態だったら、そう受け取れるけど、
まさかなみたいになっちゃうでしょ。だから自分の波動を常に保っとくっていうことが、うん、大事なの。結局それしかない、うん、そこに行き着くのよ、一生懸命ということで、無事にあの、うん、その方がね、うん、車でね、なんかすげえかっこいい車で来ちゃって、来てくれて、長距離運転だからトラックじゃね、違う違う、自分のやっぱね、スポーツタイプの、そう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 、うん、なんか車喋ったな、車が喋ってた、なんかね、エンジン止めたり かけたりするといちいち英語でなんか、なんとかユッソーとか。あのスピリチュアル的な感じじゃなくて、そういうじゃない、現実的に喋ったの。そうそう、現実的にどっちか分からない。本当だよ。どういう車だったよ。普通に喋ったの。そういう、そこで聞こえるじゃないよ。そういう車だった。外車？いや、三菱のなんかもう作られてないタイプだったんだけど、そんなのあるんだ。あるよ。で、いろいろなんかね、金閣寺とか案内してくださって、京都満喫できました。おかげさまで。で、京都の音浴会と宇宙とつながる会も、ね、すごい満杯で。そう、今回男性の方3名いらっしゃって、ご夫婦でね、奥様に、奥様何回も参加されている方で、今回ね、ご主人も一緒に参加してくださったんですけど、すごいね、なんか来てくれるんだね。奥さんが行こうよって言ったら、すごいよね、行くよって言ってくれる旦那さん、素敵ね、ニコニコされててね、すごい素敵な方でしたよ。結構ね、4回とか5回とかね、宇宙とつながる会常連さんがね、増えてきて、ね、あ、そうなんだ。そうなんですよ。やっぱり常連さんの方ね、もう最初に来た時とガラッともう表情も違うし、う、うん、軽くなってるのね、うん、そうなのよ、うんうんうん、そうそう、すごいわ。これは、あの、本当に音を聞いてこれだけ体感が出るって分かってるから何遍も来てくれると思うのね。で、やっぱり自分の経験とかがあるから、うん、あの、結構ね、あの、みんなにね、こう教えてくれるっていうか、そうね、自分の経験踏まえながら、なんかこう、いい感じでシェアアドバイスとかもね、してくれてね、うん、ちょっと前の自分だからすごいよくわかりますみたいな、うん、ことを言ってくれてね。そうなんだよね、そうなんですよ、うん、いい感じになってますね。で、本当に初心者でっていうか初めて来た方はもう ドキドキで来ちゃってるんよ。そう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 。もうね、もう緊張して何が起こるんだろうかみたいな。緊張してんだ。うん。もうドキドキで来たんですみたいな人も何人かいて。そう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 。いや大丈夫だからって言ってくれる常連の人。すごいなんかスタッフみたいな。そう。なっちゃって、うん、面白いな。そうなんですよ。本当皆さんの存在がありがたくて、その、日の当日の朝もね、ホテルからちょっと歩いて会場まで行くんだったんですけど、また迷子になるから、その今回会場を取ってくださったあの陽子さんって方が朝ね、お迎えに来て、くださって迷わず行けた、絶対迷ってたなって。京都ってね、道が分かりづらい、ね、そうなのよ、あの、分かりづらい、ね、おばんの目になっててさ、そう、慣れてない人には、本当に難易度高いから、駅自体もわけわかんないもんね、京都ね。そう、迷子なりやすい、うん、難しいよ ね。そうなんですよ。ホテル行くのも迷子になってね、行き過ぎてないないない。そうなんだ。そう、夜ガラガラしながら、うん、住所もなんか面白いよね、なんとか下下るとか、ね、面白いよな、ね、京都の住所ね、多分ね、あの、派手な看板がないからちょっと余計に分かりづらいというかね、あの、県外の人で、ね、ちょっと発見したんですけども、京都ってあのどっか宿泊するじゃない、別に税金が取られます、
何の税金？泊まる京都に泊まる税金っていうのが発生したんだって、去年からなんか環境を保護するような税金何なんだろうね。東京と大阪と京都はなんかそれに指定するなんかなんだって、うん、初めて聞いた。でしょ、私たちもびっくりした。高いの？うん、宿泊費が2万円以下だったら1人200円、うん、そうそういう感じだった。へ、何の税金ですか何税って言うんだろうね。何税って言うんだろうね、あれ ね、 、うん、ね、そういうのがあった、あった、うん、こっそり税金増えてるな、こっそり県ですけど、そのうちいろんな県になってくるんかな、あ、分かんないけど、そういうことってさ、なんか発表されないよね。全然知らないよね。じゃニュース見ないからじゃないの。やってんの？知らない、聞いたこともない。いやでも言ってたよね、受付の人もみんなに言われるって。何ですかこれって。ちょっとこっそりやりすぎじゃないですか。ねすごいよ、ね、1人200円とか、うん、すごい税収になるよな。ずるいな。そうそう、それ新しい発見でね。うん、うん、そうなんですよ。うん、で参加者の方でもね、うん、やっぱりね、麻痺しすぎみたいな人が多い。うん、気づいてない。うんうんうん、もうまあ これぐらいはいいだろうぐらいな、うんうんうん、許容範囲内だからの我慢だ、ストレスになんないし、うん、みたいな。ストレスだよそれって思うけど、そう別にみたいな。いや何にもないんですけどっていう人多いんだよね。何にもないんですけど来るのはようわからない。来なくない。うん、だから何がこれからしていったらいいのかっていうところ。あで今別に問題はないとかいう感じなんだけど、うん、やっぱりそこを気づかないと。蓋してるからみんな、うんうん、分からないんですよ、うんうん、ね、うん、そう、そうなんよ、うん、気づいたら出てくる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 、そうなんです。それを蓋をね、やっぱりある意味こう自分が、うん、怖いから塞いでるのかなとも思う人もいるし、うん、怖い、うんうんうん、そう気づくのが、気づくのが怖い、うん、やっぱりそういう人いたんよ、うん、なんか気づいて、うん、気づいたら自分の生き方とかさ、うん、まあ、考え方とか捉え方とか変わっていくじゃん、うん、そしたら、うん、今うーん、なんか仕事してて、うん、それができなくなるんじゃないかっていうので、そうそうそう、いるいる、変わるのが怖いみたいな、多い、結構全部崩れるんじゃないかと、恐怖で、はいはいはい、そう生活が変わってしまうのが、うん、そう怖いのかな。だからそういう宇宙的なことを現実的なところへ当てはめられないものだと、多分そういう人は思ってるのかな。当てはめるべきものじゃん、分かってくれるでしょ、うん、やってると、うん、だけどそうない、もう3次元どっぷりの人が突然気づいてしまった場合、うん、いやこれ当てはめたらもう無理でしょみたいな、うんうん、組織どうなるのとか、うんうん、この会社にはいられないっていうのがどこかであるから、うん、その覚悟ができないっていうのはあるかも、うん、潜在意識の中、うんうん、あ、そうなんや、それ多いと思うよ。そこなんですよね、やっぱり、うん、変わる覚悟がなかったら変われませんから、ね、いやだって本当生活まるっきり変わっちゃうから、うんうん、そうです、人間関係も、そうそうよ、仕事とかも、ね、うん、そうだよ、うん、全部本当に自分の生活スタイルも180度、ね、全然変わるから、うん、多分そりゃ怖いよ、うん、ずっとだって同じような、ね、うん、生活をしてきて、うん、ここに来てどうなるってなるよね、うんうん、そうですね、本当に恐怖感でもなんかその見えないからこそ、うん、なんだろう、ワクワクするというか、わかんないからこそ楽しみというかさ、うん、何が起こるかっていうのを、うん、そこも楽しめたら、うん、ちょっとなんか人生楽しくなってくる、うん、かなと思う。
やっぱり安定が好きな人いっぱいいるから変わりたくないっていう、なんか手放すものがいっぱいあるんじゃないかみたいな、逆にさ、うん、持っときたい人はさそうなっちゃう、うん、持っときたい、うん、うん、何をつなぎ止めておきたいっていう、そうそうそう、うーん、だから人とかいろんな人とか物とか、そうそう、いらない人間関係、だから例えばご主人、うん、と、あの一緒にご商売されてる場合、うん、もし自分が、うんうん、その宇宙的な生き方をしたらもう旦那さんとは仕事ができなくなるんじゃないかとかね、うん、あると思うよ、そういう恐怖感とかも出てくる人いるみたい、うん、ああ、うん、そうなんだよね、だからそうすると、うん、うん、離れていっちゃうみたいなさ、うん、人がやっぱり、うんうんうん、そう、なんかやっぱりなんか寂しいとかすごい思ってる人がやっぱ握っちゃうんよ、うんうん、あのね、これもなんかそのパートナーも、うん、仕事も、うん、なんかいろんなものを握りながら、うん、アセンションできんだろうかって、うん、あのね、うんうん、なんていうかな、やっぱもうそういう、うん、軽くならないと、うん、上がれないから、うん、うすうすは分かってても、うん、でももうそれを握ったままで離せない状態で、うん、でも上がりたいっていう人はすごい苦しいよね、うん、めっちゃ苦しいと思う、うんうん、だから違うんだよね、その、なくさないけどな、なくすっていうよりも、うんうんうん、そうね、逆に、うんうん、もっと近くに来るんだけど、そうなんよ、うん、だからそれ体感しないと多分わからないんだと思うんだけど、握ってるとこう苦しい、苦しい、なんか執着、依存とか執着になっちゃうじゃん、うん、ね、それを話すんだね、その人がいないと私は生きていけないとかっていう、うんうん、だから自分に対してもさ、うん、信頼がないわけじゃん、そうそうそう、自分一人では無理だみたいなさ、うん、ちゃんと力持ってるのに、うんうんうん、そうなると相手をコントロール したくなっちゃうし、うんうん、なんで私のためにこうしてくれないのみたいなのも出てくるだろうし、うんうん、信頼が、そう、自分に信頼してないから相手にも信頼できないし、うん、だから常に不安なんよ、うん、そうだと思う、相手がどっか行っちゃったらどうしようとかさ、うん、うん、そうそうまあでもそういう時あったわ、やっぱりみんなそこをね、うん、あったあった、乗り越えてきてるんだろうな、そういう時はつら、うん、かったというか苦しかったもんね、うんうん、例えば彼氏に依存してたりとかさ、うんうん、そうん、握りしめてたもんな、うん、まあ子供に依存したりもあるよね、うん、友達にさ依存してるっていうか執着してる人いるじゃん、結構友達に、うん、そうよ、うん、だから本当に信頼してる友達なんだけども、うん、遠くに行かないでみたいな、うん、そうそうそう、私のそばにっていうなんか変わっちゃう、変わっちゃうと、相手が変わっちゃうと離れていくような気になっちゃうの、うん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 、そうじゃないんだけどな、うん、本当の友達だったら離れていかない、うん、うん、周波数が一緒の人しか入れないから、本音を言って離れていったら周波数が違う、そう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 、違うっていうことだから、うん、そうそう、だからそういう人ともう切っていくというかね、うんうん、まあ一時期は寂しいかもしれない、うん、でも今度はそこの周波数の人とまた出会いがあって、うん、あ、そうそうそう、どんどん楽しくなるからね、そう、楽しくなる、楽しくなったじゃんなったな寂しいと思う間もなく楽しくなった、うんうんうん、そうなんよね、うん、やってみたら分かるけど、うんうん、
そうですね。だから今現実的に周りにいる方たちをよく見ると自分が分かる、バロメーター自分の中が分かる、そう、どんよりした人ばっかりなんとなくいたらどんよりしてるだろうし、鏡なんかね、コントロールしようとする人ばっかりいたら、自分がそういうことを発してるっていう気づかないといけない、そうだね、だからそれ教えてくれるんだからありがたいことなんよ ね、本当は、鏡を使って自分を知るとはい、いう話です。そこでまとまりました。よかった。ちょっとなんかグダグダしちゃいましたが、はい、こんな感じで、はい、今回は、はい、では皆さんごきげんよう。さようなら。